はい、小麦粉200にドライイーストこの袋だと1袋ベーキングパウダーそしてお塩とお塩とグラニュー糖を入れてここかき混ぜます。菜箸の後ろを使うといいよ。そしてぬるま湯、人肌ぐらいのぬるま湯110ぐらいを2、3回に分けて入れます。ボロボロしてるけどちょっとずつ入れて全体がボロボロするまで混ぜます。こうやって粉がこそげるまで全体が混ぜます。混ざったら手でひとまとめにします。周りの粉も全部取って こんなカサカサのひとまとめになったらここに油を最後入れます。大さじ半杯ぐらい。そして手のひらでこうやって全部くっつくまで混ぜます。まとめたら今度台に出して手首を使って1、2、1、2手首を使って折って折って2つにして折る。これを繰り返してすべすべになるまでやります。疲れるからビビアンにやらせます。カット。こういう風に赤ちゃんの肌みたいにすべすべになるぐらいまでなったら元のボウルに戻して濡れ布巾をこうやってかけて電子レンジの発酵で30分発酵30度で30分かけます。かけた後見るとこんな風に膨らみます。ふわふわになってるのでこれをここに入れてちょっとガスを抜いてこれを8つに分けます。半分で8等分にします。1、2、3、4、5、6で乾かないようにこれに濡れ布巾をまたかけておきます。一つを潰して綿棒で丸く伸ばしたら手の端っこで端っこだけをちょっと薄くするようにこうやって
て丸く伸ばしていきます。手作りの生地はこうやってよく伸びるから適当に丸くなれば大丈夫。ここの真ん中にあんを大さじ1杯ぐらい入れて、お肉のあんを、ちょっと。で、まず端っこと端っこをつまんでつなげる。端っこと端っこを伸ばしてつなげる。四隅をつなげたら、今度は半分の一つ一つをつなげて、こうやってトン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 としながら真ん中を丸くして、こんな感じ。下にオーブンペーパーを敷いて蒸し器に並べましょう。15分経ちました。じゃ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 ーん、ふっくら蒸し上がってます。 OK。